今回もニューワーマリオやっていきましょう。前回の続きですね。前回この青いステージまで行ったので、今回この紫のステージ行きます。で、今回ですね、なんと残り3コース全部、敵を倒さないで行ってくださいって来たので、終了こうか。なるほどね。で、あら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 。ちょっと待ってください。しばり考えてくれたそこの方。どうやって行くんですかここマジかよ、無理でしょ。はい、終了。よしよしよし、オッケーです。これで行けば倒さなくてもいける。よし、めっちゃ跳ねるし、あのキノコ。よし、オッケーです。で、なんか全体的に紫ですね。すごい。で、こんなステージがバブルまで紫すごい。いや、これは倒せないので、とりあえず投げるしかないから。あ、見てません見てません。のこのこ倒しちゃったか。よし、倒してない倒してない。オッケーです。今の倒したという錯覚なんで、皆さん、はい、ここ取るぞ。ちょっとなんでこんなピンポイントでスターコインのところで止まるんですか、バブル。そんなうまいことジャンプ力を調整するなんて素晴らしい。え、あれ、もしかして錯覚。さっきスターコイン1枚目取ったばっかだというのに、え、もう2枚目なんですかこれ。こんなに僕をおびき寄せようと、そんなこのファンタグレープに落とそうとする、マジか。じゃあこれ倒すんですけど、これのこのこ落としただけでは絶対まだ復活するんですよ。だからこれは倒したことにはならん。あびっくりした。何それ。じゃあバンジージャンプでしたね今。じゃあ戻ってみましょう、確認がてら。はい、いますね、のこのこ。なので倒してません、あれは。よし、行きます。あ、ここ入るんですね。すごい、なんかメタリックなコースですよこれは。すごいな。さて、なんかもう機械でできたような世界ですねこれ。背景とかこの周りの足場がすごいすごい。で、もう何気に2枚目入ってるっていう。今回は私結構調子いいです。何これ、ハンマー。あ、シーソーか、もしかしてここ一人シーソーとか。悲しい悲しい一人でシーソー楽しんでいらっしゃる。下だな絶対。行きます。な、こんなちょっとの間行けと。マジ危ねえ。おー、よく行けましたね今。いやー、マリオさすがです。うん、あれ多分マツコデラックスみたいに太ってたらいけなかった絶対に。よし、とね、行きました。よし、戻りましょう。あ、よかった。ここであの下から来たらどうしようかと思いました今。危ない危ない。で、これでちょっとごめんよ、踏むだけなんでね、ごめんなさいね。ちょっと頭踏ませてくださいね。踏むだけ、踏むだ、もう踏むのもやめましょう。よし、さて、さ、3枚目も取って余裕で来てますけど、すごいなこれ。すごい巨大シーソーだらけですね。いや、これ滑らないようにしましょう。あ、落ちないでね、落ちない。よしよしよし、賢いのこのこでした。うん、ちょっと知能を持ったのこのこでよかったです。オッケーです、やりました。もうなんかファンタグレープ飲み放題でしたねここ。はい、ということで次はこれ、あ、グレーって書いてますね。え、ね、この弟と兄弟弟と兄貴みたいなこのポジション、うわ、そんな出演の仕方があったとは。で、これはコラボか、もしかして。まあ、太陽出てきた、マジか。久しぶり太陽さん。まあ、敵倒した？倒した。このコースは苦戦の予感だぞ。ちょっとこれはかなりきついです。こんな、そう、この社交的な兄貴と引きこもりの弟、なんということだ。このテンションの違い、マジか。そんなに兄弟で変わるんですね人って。はいはいはい。で、これはどうすればいいんだろう。下行けませんよねこれ。い、ちょっと下ろさせて。あ、よしよしよし、だ、絶対生きる。よし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 、ちょっと待って、二人もう無事でしょ二人って。のこのこごめんよ。よし、さて、もうここはパッパと行かないと。いや、いけませんよこれは。もう私不摂生なんです。え、不摂生。もうやりすぎ、弟、そんな引きこもりで久々に外出たからってそんなテンション上がんなくてもいいでしょう。兄貴はしっかりしてますよ。倒しちゃったし、やっぱりそこで。よーし、無事突破しました。さて、ここ、あ、そっか。太陽、カモン。北風と太陽か、これ。太陽さん、ここなんだ。ここを、なんとか、
お前はいいんだ。あなたはいいんだ。弟、なんでそんな社交的なの？弟さん、じゃ上、下か、上から行くのか、これもしかして。きつ。これきつ。よし。来なよ、弟。やめて、弟、やめて、マジやめて、弟。ちょっと、弟しか言ってませんけど。あ、これダメか。ここは仕方がない。行くしかない。行きましょう。じゃ、のこのこ、集団投稿はやめてください。やめて、もう、これ、どうすんの。よし。ここまでこれで来れたのも奇跡ですよ、もう。よし。さあ、集団投稿エリアに来ました。ここは絶対当たんない。え？あ、もうゴールだったのか。なんだ。兄弟って怖いですね。一人っ子、羨ましい。いや、ちょっと今だけ一人っ子がどれだけ優しいかということを実感しました。はい。ということで、続いて黒か、最後。黒で終わるんですね。なるほど、行きましょう。9の10です。さて、え？ブラックパックン。そんなに急成長を遂げている。マジか。さて、え？なんかヒューヒュー言ってる？あー、びっくりした。ブラックパックン食ってきてんのかと思いました、今。なわけないか。ちょっと、それはなかったですね。取れないハンマーが。よしよし、オッケー。さて、ここをクリアしたら、もしかしたらもう終わりではないですか？完全に踏みましたね。嘘マジ？そんなところにいます？ここ来て。よしよしよし。さて、これどういく？ここで着地 C の、これ、取り方が、わかんないんですけど、どうやって取るんだ？もうこれ、アイテムでもご利用ししますね、僕。はい。いけ！足痛いけど大丈夫。だいぶ角質が取れてます。はい。いや、ブラックパックにだいぶ角質と取ってもらいました。よし、これで、でかいな。環境保護活動やった結果これですからね。あんまり植物大切にしすぎるのもやばいぞ。うまいことピンポイントで来るんですよね。いや、この敵を倒したらダメっていう縛りが一番きついですね、正直。ここまでとは思いませんでした。うわぁ、下のトゲゾン我慢してんな。こんな食べられながら。てか、ブラックパックンがかわいそうですよね。絶対これトゲゾンのいるところ、息できてませんよ。はい。でも、あそこだけ無呼吸症候群になってますね。行かせて！取らせて！え？え？ちょっと取らせて！旗を取らせてください。旗をプリーズ。プリーズ、キャッチフラッグ。キャッチフラッグさせてください、いい加減。これを取って。いいか、フモ、呼んで。こんなところから始まる。え？わ、いいの、マジで。マジ、え？ここからスターが生まれてきてますよ。皆さん、すごい。なんだこれ。こんなんあるんですね。さて、よっしゃよっしゃ、ブラックパックン悔しいか。お前は一生息できない体だ。よし。あ、これ使わないとむしろいけないと。なるほど。わ。そんな、スター製造機があるなんて、ボーナスですね、ここ。いけ！よしよしよし。あ、ここなんかマリオ3にもありましたよね。やば。アウチ。スターのとこまで、頑張る。あ、僕がスターになりました。よし、来ました、なんとかここまで。さて、いや、あの箱、ほんとピーチ姫に持って帰りたいですよね。はい。もうスターの音で、お城が、絶対うるさいですね、もうでも。もうずっと、タッ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 タって鳴り響いてますからね。お城の中。うん。近所迷惑ですよ。さて。嘘でしょ？え？ゴリ押し？いや、待て、ここは入ったら、スターあると思うんですよ、僕は。はい、なかったですね。しかも右、これも絶望ですよ、右。もう唇の筋肉すごすぎですよ。仕方がないか、ここもうこうやって行くしか。ないか、意外と長い？あ、でもゴリ押しだったんだ、絶対に。いや、よかったですね。はい。いや、でもブラックパックよくこんな集めましたよね。もうすごい多額の請求来ますよ、これ。あ、雇い代がえげつない。上乗れない。あ、これか。若干怒り気味の、はい、キラーを使って。よしよし、危ない。あ、怖いな、怖いというか、気持ち悪い。そこです。こんなでかい白い目玉がギョロギョロと来てたら、オッケーです。いやー。借金してでも倒したかったんですね、マリオのことを。はい。まあ、倒せなかったんですけど。
もうクッパ多額の請求だけ残して、はい、去っていきましたね。え、なんだこれ。You've completed everything in New Super Mario Brothers Wii. We present you a new quest. New quest? え、トライ The blessing A, B, and plus on the star coin menu。はい、ちょっとニュークエストって書いてたんですけど、一応スターコイン集めたかどうかを見ます。はい。まず1コース目。じゃあ2ワールド目。3ワールド。4ワールド。5ワールド。OK。6、7、8、9、10、11、12、13、14。OK です。やりました無事に全部集めましたね、スターコインも。行ったし、隠しも行ったし。じゃあ、さっき言われたコマンド入力して今回終わりましょう。 A、B 同時でプラス。あ、何これ、ハードモード。はい、ですね、一応僕の超低い英語力で訳しました。ですね、多分ハードモードっていうのが追加されたんですよ。で、マリオがなんか敵に当たっただけで死ぬようになってると思うんですよね、これ見た限り。で、タイムあったじゃないですか、あれが超ギリギリのタイムになったっていうらしいです。ということで、一応試しに本当にマリオが敵に当たっただけで死ぬのか、そしてタイムがギリギリなのか検証したいと思います。はい、さあ行きましょう。250しかなかったですよ今。右上なんだと、そんな遅刻ギリギリ、マジかよ。マリオもうちょっと早起きしよう。当たっただけ死ぬ。死んだ。マジマジ嬉しいです。僕の訳し方が合ってたっていうのが嬉しいです。そこです、死んだけど嬉しいです。はい、ということで噂には聞いてましたが、やはりハードモードってありましたね。で、それをやるかどうかなんですが、やりません。あの、以前はやるって言ったんですけども、内容が一緒で、さっき見た限りではクリアできる気がしません、最後のところ。はい、一回も敵に当たっちゃダメっていうあの難易度を、ちょっと僕のこのプレイスキルで、まあ、もうできる気がしないんですよ。なのでやりませんというよりできません。はい、なのでこの次のシリーズはあのまた新しい改造マリオがあるので、あのそちらの方をちょっとやっていこうと思います。ということで、ここまで見てくれた方本当にありがとうございました。ここだけ見た方もありがとうございました。時々見た方もありがとうございました。これを任天堂が作ってないって思うだけで今でもびっくりします、僕は。はい、本当に出来が良かったですよね。で、皆さん最後にやっていただきたいことがあります。で、僕の決め台詞、オッケーですやりましたっていうのがあるじゃないですか。で、最後なんで皆さんで渾身のオッケーですやりましたを言っていただきたいです。いいですか、いきますよ、いっせーので、オッケーです、やりました。さよならー。